一緒にやってくれるのはラブラドールのげんちゃんですね。はい、げんちゃんと一緒にやっていきたいと思います。はい、今日何の話をするかっていうと、このチョコラブちゃんですね。なので、大型犬の、ね、質問を、ね、ちょっと、ね、今日やっていこうと思うんですけど、大型犬を、ね、飼いたいっていう方が結構多くて、どんな大型犬だったら飼いやすいですかって検証を含めてですね、聞かれることが非常に多いと思います。で、おとなしいとか飼いやすいとかっていうと、イメージ的にあるのがこのラブラドール、まあ、この子は、ね、チョコラブですけど、あとはイエローラブとかね、あとはゴールデンレトリバーで、この子たちっていうのは大型犬の飼いやすいの代名詞っていうか、まあ、ネットで調べると出てくるとか、あとはね、犬種図鑑とか見てても飼いやすさ星5みたいなね、なんか大型犬の飼いやすいっていう中では一番出てきやすいイメージがあるので、この子たちとね、自分たちは接することも多いので、これは本当に飼いやすい飼いにくいじゃなくて、自分たちから見た大型犬ってどうなのかなっていうのと、あとはね、その飼いやすい飼いにくいっていう犬種の話をもしねしたらどうなるかっていうのもちょっとねしていこうと思いますので、もしよかったら、ね、最後までお付き合いください。それではね、内容に入るその前にオンラインサロンの方では楽しくやらせていただいてますのでね、オンラインサロンの方ではメンバーさんどんどん増えております。今ね、Zoom で直接相談することもできてます。もしよかったらね、自分もオンラインサロンで一緒に勉強してみてはいかがでしょうかということでね、はい、では内容の方に移っていきたいと思います。ね、それではね、飼いやすい大型犬っていう話なんですけども、個人的に言うと、あんまりね、この犬種が飼いやすいっていうイメージはありません。っていうのは、なんでかっていうと、まずね、この大型犬ですね、大型犬。で、見ていただくと分かるんですけど、げんちゃん、ね、大型犬の子たちってもう立ち上がるとこんな感じ、ね、非常に大きいですよね。で、小型犬とか、ね、中型犬にないね、存在感とか、このがっしりした感じ、あとね、甘えてきたところもやっぱり可愛さはあったりしますけども、この大型犬のね、やっぱり一番の醍醐味ってこの大きさと存在感だと思うんですよね。で、存在感もあるし可愛いし大きいのはいいんですけど、もちろんね、大きいのは体だけじゃございません。で、食べる量も多いし、でもちろんね、部屋の中でワンちゃんを飼おうと思ったら小型犬と違ってそれなりのスペースももう最初に用意しとかないといけません。そして、何より一番大変なのはお家の中でされるいたずらの、ね、規模ですね。これが小型犬と比じゃありません。本当にね、部屋の中でいたずらが始まると、大型犬の子たちっていうのは、小型犬だったらね、床ちょこちょこ引っかいてて、この辺小型犬の子が引っかいてから傷になっちゃったんですってなりますけど、大型犬は床ぶち抜きますし、壁もね、掘っちゃったりする、穴開けたりしますからね。なので大型犬の子たちっていうのは持て余すと非常に大変になるのは、これはね、犬種問わずどの子たちでも体つきが大きい子たちっていうのはそうなのかなと思いますので、飼う時にはね、一つまず最初ですね、環境ですね。お家の中でもこの子たちを一緒にね置いとけてるだけのスペースと、あとできればね、ちょっと遊べるスペースもあった方がいいのかなと思いますので、気持ちね、広めのところでワンちゃんを管理できますよっていう方は、大型犬を飼育するのにね向いてるんじゃないのかなと思います。で、ラブラドールとかね、ゴールデンの子たちね、この子たちっておとなしい飼いやすいって言われるけども、どうなんですかっていうのも皆さん気になると思うんですけど、私のねイメージで言うと、性格がねものすごくあります。例えばラブラドールの子、ゴールデンの子でも本当におとなしい子たちも中にはいるし、元気で活発な子たちもいます。で、おとなしい子たちに当たったら、まあ、飼いやすくてよかったんだねみたいな話できちゃいますけど、活発な子たちって本当に活発なんですよね。フリスビーしたりとかボール遊びしたりとか、中にはねアジリティとかやったりする子たちもいますね。そのぐらい活発な子たちも中にはいるので、よくねイエローラブだとね、黄色い子ですね、あの子たちだとね盲導犬みたいなイメージがあるんですけど、あの子たちっていうのは本当にね、性格が、あ、この子はねそういう仕事するワンちゃんに向いてるねっていう子に、トレーナーさんが英才教育を入れていっぱい教えてあげて、それでなれるかなれないか、つまりはエリート中のエリートなので、あの子たちを基準にしない方がね自分はいいのかなと思っていて、比較的にどちらかっていうと明るくて活発で元気な性格の子たちの方が多いのかなっていう、ラブにしてもゴールデンにしてもね、そういう子たちの方が多いのかなっていう気はしますね。なのでもちろんね、ワンちゃん飼う時にはもちろん確保しなきゃいけないことっていうのがある程度の広さと、あとはね運動ですね。これはもう切っても切り離せませんね。遊んであげて、それとね、あとはワンちゃんにちゃんとしたねトレーニングを入れていってあげるっていうことも非常に大事になってきますので、時間もかかるし、もちろんね自分たちのエネルギーもかかるんですけど、その分ね返してくれるものも非常に大きいですね。なので大型犬を飼ってみたいっていう方は、もちろんね、どの犬種でもっていうわけではないんですけども、比較的にまあ中にはねちょっと大変な犬種の子たちもいますけども、
基本的にはこの犬種だから安心とかこの犬種だから大変っていうことじゃなくて、どの犬種でも大型犬ってなったらある程度の力を持ってますので、ちゃんとした運動、そして、しつけトレーニングで、あとは1年間、最初の1年間ですね、しっかり向き合ってあげれる時間ですね。でこれをね、持てる方が、ワンちゃんをね、大型犬を買うのにはいいのかなと思いますので、ぜひね、この辺が飼ってから思ったのと違ったってなると、大型犬は本当にね、小型犬の比じゃなく大変なので、ぜひね、しっかり検討して買ってみてください。はい、というわけでね、大型犬、やっぱりね、可愛いですよね、存在感あって。自分もね、大きい子大好きです。大好きなんですけども、やっぱりね、お散歩行ったりとか、自分たちがお世話していく中でも、圧倒的に大型犬の方が、あ、大変だなっていう瞬間は多いです。なので、もちろんね、たまたまおとなしい子に当たっちゃえば、ね、あ、いい子だね、いい子だねって言って、可愛いねって言って飼っていけるかもしれないけども、もしね、ちょっと大変な子、エネルギーの熱量の高い子に当たった時には、向き合っていくのにね、覚悟が必要です。なので、ぜひね、大きいワンちゃん迎えたいなって思ってる方は、環境と時間と、あとはあれですね、まあ、お金もそうで、いろいろね、やっぱりゆったり